やがては追い闇死ぬ、そう決まっている人生とは一体何なのですか。これをあの意味付けすることはまあいろいろできるのですが、ブッダはあえて意味付けをその本格的にはなしませんでした。まあ、とにかく人は老いやみ死ぬ、それは苦しみである。しかし私の教えを実践すればその苦しみから解放される、ね、じゃあどんな教えを説いたのかっていうと、結局老いやみ死ぬ無常であると、それは確かだが、しかしその無常から苦しみを感じるのはそうある一つの錯覚があるから苦しみを感じるんだと。それはこの私とか私の体っていうのが本当に私だと思ってるから。しかし本当の意味でこれが私と思えるものはこの世界には何もないんだと。自分と他人は別じゃなくてつながっているもんだと。そして体ってものは無常でもんで、もともと消えゆくもんだと。そういったとこからブッダが言いたいことっていうのは、私にとらわれるべきではない、老いやみ死んでいく私にとらわれるべきではない。それをさらに言い換えれば、その私っていうのは宇宙全体とつながっていて、本当の自分っていうのは宇宙全体じゃないかと。宇宙全体は老いたり病んだり死んだりもしないと。私の生まれる前から宇宙という本当の自分はあったし、その宇宙の中から集められた分子で我々の体ができて生まれるが、我々が生まれる前も生まれた後も、そして死んだ後も本当の自分である宇宙はあって、で偽りの自分である私っていうのが生じたり滅したりするだけだ。そういうのは悟りの教義ですね。先ほど言いました自と他の区別をして自己を偏愛するというこの一環に、他とは別の私、その私の体っていうものに対する執着があって、それが老いやみ死ぬことをひどく恐れる、そういった錯覚に基づく苦しみがあるんだということです。本当の自分である宇宙は決して生じることも滅することもないと、まあ短いタイムスパンですね。一方偽りの自分である私ですね、そんなもの実際にないのにそれに執着するからそれに苦しむんだと。そんなもの実際にないのにっていうのは、人の頭の中では私って言葉によって私があるように見えますが、科学的に客観的に言うと自分と他人というのはつながっていて、宇宙という大きな生命体の中の細胞が私、地球という大きな生命体のこの細胞が私みたいなもんだから、そういう考えですね。まあ人が普通の意味で言っている私っていうのは実際には存在しておらず、宇宙全体と相互依存で密接不可分につながった一体なる大きな生き物のような地球や宇宙のごく一部細胞が我々が私と言っているようなもんだというその感じ。まあ、こうして私に執着しなければ老い闇死ぬ無常、これに苦しむこともない、これが彼の到達した無我の悟りということです。まあ諸行無常、諸法無我、一切皆苦、涅槃寂静という言葉があります。あらゆる存在は無常であると。そしてどんなものもこれが本当の私だっていうもんじゃないと。そしてそれを理解せずに私に執着すればこの世界一切変化するもので、囚われると苦しみこれになると。その囚われから解放された自他の区別を超えた涅槃悟りの境地こそが本当の平安幸福である、まあ、といったような、まあ、教えなんですね。これが仏教の無常無我、これを理解して涅槃悟りの境地に至るという哲学で、こういった考え方に基づいてブッダ自体はそのようには言っていないんですが、ブッダ仏教を生み出した母体の今でいうヒンドゥー教、当時はバラモン教というふうな名前で呼ばれます。ベーダの宗教においてはもうちょっと神様の関与を認めて、神様が愛の無知として人に人生を与え、それが無常であることに気づかせて、喜びの裏には苦しみがあることに気づかせて、その苦しみから下脱悟りに向かうために苦しみを与えているんだと。人生が無常じゃなかったらなんで悟りを求めるだろうかという考えです。ある有名なヒンドゥー教徒パラマハンサヨガランダに、神がこのようにおっしゃったと。ヨガランダがなんでこんなにたくさんの苦しみがこの世にあるんでしょうかと。彼は第一次第二次世界大戦の時期を生きた人です。ものすごく多くの苦しみを見ながら神様に問います。そうすると神様が、苦しみの針がなければ人はどうして別の世界これを求めるだろうかと反応したそうです。
私に執着する人の世界から私から解放されて宇宙神と一体となる悟りの境地、その別の世界に導くために苦しみの針があるんだ、これは愛の鞭であってより幸福な世界に行きなさいと言ってお尻を叩いてるんだ、ないしは悪夢にうなされてる人に頬を叩いて目を覚ませようとしてるのだということが、まあ、神様からの回答だったと、まあ、なおこれは彼が認識した神様ですから本当の神様かどうか分かりませんが、まあパラマンサヨガナンド無意識、これが与えたそのこの世の苦しみの意味に関する教えですね。先ほど見ましたが苦しみに価値を見出すとですね、人間はまあ苦しみを超えていける、なし苦しみを逆に活用できるんですが、まあ苦しみの価値として第一に挙げられるのはこういった精神的な成長で、特に自分から離れて慈悲悟りの心を培うという意味では苦しみっていうのは非常に強い、効果を持っていると思います。